はい、こんにちは、レトスノーノです。今回は、宅建の勉強、何から手をつけたらいいかわからない方へ、どうやって勉強を進めていくのかについて解説いたします。何から手をつけたらいいかわからない状態だと、勉強に取り組もうとしてもなかなかやっぱ取り組めないんですよね。で、結果的に時間だけが過ぎていって間に合わなくなるということになりますので、まあ、今回は、まあ、どのように勉強を進めていったらいいのかについて解説していこうと思います。まあ、今回は、ま、方法を勉強したことがない方に対しての動画になるんですけれども、この二つ目の話ですね。この二つ目の話については、まあ、ある程度勉強した方であっても参考になる話なので、まあ、ある程度勉強された方は、まあ、この部分から見ていただければと思います。まず、はじめに、何から手をつけていかなければいけないのか、こちらを先にお伝えをいたします。それは何かというと、全体像の把握なんですよ。で、この全体像の把握、言葉だけ見ると、少し難しく感じますよね。でも、これ、それほど難しくありません。これ何かというと、どういうことを勉強するのか、これを分かるようにするのが、一番最初にやるべきことなんですね。これが目的になってきます。細かい内容を頭に入れるんじゃなくて、まあ、どんな勉強をするのかな、宅建試験ってどんな勉強をしていくのかなっていう内容が分かればそれでいいんですよ。で、これはどうやってやっていくのかというと、基本的には過去問を見ながらどんな勉強をするのかを分かるようにしていきましょう。で、ここでキーワードなんですけども、見ながらなんですよ。過去問を見ながら。これ過去問って解くものだって思ってる方非常に多いんですけども、初めて勉強される方は過去問解けませんよね。まあ、テキストはちょっと見たかもしれないんですけども、まあ、テキスト見たとしても解けないんですよ。なので、過去問を解くのではなくて、過去問の問題と解説を見ながら、どんな勉強をしていくのかを分かるようにしていきましょう。これが、初めて勉強する方の目的となってきます。じゃあ具体的にどんなことが分かれば OK なのかというと、例えば、まあ、初めの方を勉強していくとですね、まあ、詐欺とかって出てきます。権利関係の初めの方ですね。意思表示っていうのがあって、詐欺っていうところがあって、まあ、詐欺の問題とかがあったと仮定します。で、なんか詐欺のことについて、A さんがいて、B さんがいて、まあ、なんか、A さん詐欺受けました。なんかいろいろ書いてあって、取り消しできるか、丸か×か。解説見ると、うん、取り消しできる、みたいなことが書いてあったと。ああ、へえ、なんか詐欺があったら取り消し、まあ、できるのかと。まあできない場合もあるのか。まあそういった感じでいいんですよ。で、またどんどん進めていくと、まあ不動産が、まあ二人に譲渡されるっていう場合があるんですね。まあそういった問題が書かれていました。で、こういった時ですね、譲渡って何なのと。この言葉の意味がわからない。こういった場合はもうネットで調べていきましょう。あのテキストとかで見てもらってもいいです。譲渡ってどういう意味なんだろう。まあ、漢字からすると譲り渡すっていうことなので、まあ、譲り渡す。まあ、不動産を譲り渡すだから、まあ、売るのかなとか、あげるのかな。まあ、そういったイメージで大丈夫です。まあ、不動産が二人に譲り渡された場合、二人に売却した場合、まあ、どうなるのか。まあ、そういった問題あるんだ、みたいな。っていうか、こんなこと実際あるのって思われるかもしれないんですけども、宅建で出題される問題、意外と実務的にない場合があるんですよ。まあ、こんな不動産の二重譲渡ってあまりないですよね。そんなこと普通しないじゃないですか。あなたが不動産を持っていて、その不動産を A さんに売って、また B さんにも売っちゃうみたいな。で、二人からお金もらっちゃうって。まあ、普通に考えたらあまりないですよね。で、実際本試験でも、また過去問でも、こうない内容、実際にはあまりない内容が問題として出てきますので、まあ、そういった問題が出てきたら、あ、そういうこともあるんだと。あったらどうなるのかみたいな感じで考えていただきたいんですよ。ここでですね、何でもかんでも理解しようとする人は、これどういった場合にこんなんなるのと。そもそもこういった二人に譲渡するって、どういうことみたいな。そこを深掘りする人いるんですけども、もうそういったことは深掘りしなくてもいいです。もうそういった場合があったらどうなるのかを質問しているわけだから、まあ最終的にはそれが結果的にどうなるのかが分かれば OK なんですよ。その問題が解けるようになればいいわけですよね。なので、まあこういったことについては、まあ、細かく考えないというのも一つ重要なことになってきます。で、ここまで話していて、あまりテキスト、参考書について全然話してないと思うんですよね。で、基本的には初めであったとしても、まあ、参考書は、まあ、辞書代わりみたいなイメージで、まあ、基本は過去問を見ていった方がいいです。で、過去問を見ながら、あ、
なんか詐欺について問われているなって言った時に、まあちょっとテキストを見て、詐欺の部分ですね。まあ見て、ああ、詐欺ってこんなもんなのか、みたいな感じで確認するぐらいで大丈夫です。で、この時も、もう細かく詐欺についてのルール、そこまでは全然頭に入れなくて大丈夫です。細かいルールっていうのは、まあここでお伝えする内容なんですけども、そういったところは全然気にしなくてもいいです。ただ、言葉ですね。わからない言葉は調べた方がいいです。例えば、善意ってどういう意味なのか。善意っていうのは、まあ、知らないっていうことですね。例えば、詐欺のところで言ったら、詐欺されている事実を知らないとか。まあ、そういったイメージです。悪意っていうのは知っている。詐欺があった事実を知っている。これが悪意ですね。で、後でもお伝えする無過失っていうのがあるんですけど、無過失っていうのは、善意とセットでこう使う言葉なんですよ。善意無過失っていったイメージですね。悪意無過失ってこれないんです。善意無過失ってセットで使うんですけども、これは善意っていうのは知らないですよね。で、無過失っていうのは過失がない。イメージとしては落ち度がない。つまり、落ち度なく善意だった場合、落ち度なく知らなかったと。詐欺を受けている事実を私は全然落ち度なく知らなかった。私の責任じゃなく知らなかった。まあそういったイメージで大丈夫です。まあそういった言葉はですね、こう譲渡って書いてある通り、まあこういったところもわからなかったらやっぱ調べていった方がいいです。テキストに載ってる場合もあれば、載ってない場合もあります。載ってなければネットで調べてください。まあすぐ出てきます。で、一通り勉強します。権利関係だけ一通り勉強して次に移るという方法でもいいですし、とりあえず権利関係、宅建業法をやって、で、法令上の制限税その他まで行って次に移る。でも、どっちでもいいです。で、どの分野から始めるかっていうのも、意外と議論はあるんですけども、まあ正直どこからでもいいです。まあただ、一般的には権利関係か、宅建業法か、まあどちらかですね、が多いです。で、弊社の個別指導では、まあ、権利関係から行っていってます。で、その理由なんですけども、権利関係の方が実は問題文が難しいんですね。宅建業法よりも問題文自体が難しいし、法律用語多いんですよ。ただ、こう問題文をちゃんと理解しようっていう気持ちを持って勉強する習慣をつけてほしいんですね。だから権利関係から弊社はやってます。まあ、宅建業法だと正直ですね、問題文そんなにね、じっくり読まなくても大体内容分かったりするんですよ。で、そうすると問題文をもうさらっと読む習慣がついちゃうんです。で、そうするとその習慣がついちゃうと、実際本試験でボンミスがいっぱい出てくるんですよ。で、実際ボンミスで落ちる方、非常に多いです。不合格者の中の半分ぐらいがもうボンミスで落ちてるって言っても過言ではないぐらい、もうボンミスって不合格の大きな要因になってくるんですね。それをできるだけ早い段階から排除するために、権利関係から始めて、ちゃんと問題文をしっかり読む習慣をつけていただきたい。ということで、弊社の個別指導では、まあ、権利関係からやっていただいております。まあ、ただ別に、これは、宅建業法からやってもいいし、どこからでも全然問題ございません。まあ、今言ったようなことを、まず最初にやっていただければと思います。で、続いて、まあ、一通りやりましたと。まあ、権利関係一通りやった。もしくは、まあ、全範囲一通りやったと。で、まあ、どんなことを勉強するのかが大体分かった。というのであれば、次はポイントの確認です。まあ、ポイントの確認ってイメージとしては、まあ、参考書とかで太文字になっている部分。まあ、こういった部分です。こういった部分を確認していく。で、これ確認だけで、覚えるって書いてないんですよ。で、これなぜ覚えるって書かなかったかっていうと、まあ、一回二回やっただけでは覚えられないんです。だから、まあ、どういった部分がポイントになってくるのかを次は押さえましょうと。一回目っていうのは、ある程度どんな内容を勉強するかの確認ですよね。で、続いて、ちょっと深掘りしているんですよ。とりあえず次はポイントの確認。ここで重要なのは、ここです。〇〇の場合、〇〇の時、バツバツバツ。まあ、これ三角三角の方がいいかなと思ったんですけども、まあ、どっちでもいいです。〇〇の場合、まあ、三角三角の時、バツバツバツ。もしくは、〜の時を〜であればっていう風に言い換えてもらってもいいです。これをセットで確認していくっていうのが重要です。これなぜかというと、これセットで確認して最終的には頭に入れていかないと全く使えない知識になるからなんですね。ちょっと一つ具体例出します。第三者から詐欺を受けた場合、相手方が善意無過失の時、詐欺を受けた人は取り消しできませんよ。
これ一つのポイントなんですね。で、ちょっと長いんですけども、〇〇の場合っていうのは1行目ですね。第三者から詐欺を受けた場合。で、〜の時。これ2行目です。相手方が善意無過失の時。これ〜であればって言ってもいいから、相手方が善意無過失であればって言い換えてもらってもいいです。どうなるのか。詐欺を受けた人は取り消しできないよっていう結論になってくる。これ法律用語では、要件と効果。前半のこの緑のこっちが要件、このオレンジが効果っていう言い方するんですけども、まあ原因と結果っていうふうに考えてもらってもいいです。こういった原因があったらこういった結果になりますよね、みたいな。ここをセットで頭に入れていただきたいんです。例えば熱いものに触ったら火傷する。これも原因と結果の関係ですよね。これを片方だけ覚えてもあまり意味がないっていう話なんです。今言ったように熱いものを触った時だけ頭に入っていてもじゃあどうなのってこれ分かんなかったら意味ないし、やけどするだけ頭に入れていてもどんな場合やけどするのか分かんなかったら意味がないわけですよね。どっちも重要なんですよ。じゃあちょっとこちら見ていただきましょうか。今言った内容を図にするとこんな感じです。第三者っていうのを C さんにします。で、まあ、詐欺を受けた人を A さんにします。で、相手方を B さんとします。で、状況としてはC さんが A さんを騙しました。つまり A さんは C さんから詐欺受けました。詐欺を受けてこの土地を B さんに売りましたと。まあ騙されて売っちゃったんです、A さんは。で、B さんはその詐欺の事実について善意無過失だった。つまりこの詐欺の事実を B さんは知らなくて、また落ち度は全くなかったという状況です。この場合、A さんは、この詐欺を受けた人は A さんですね。A さんは取り消しができませんよ。つまりこの AB 間の売買契約取り消すことはできませんよっていうのがポイントなんですよ。だからこの状況を頭にもう入れていただきたいんですね。この状況がちょっと変わってしまうと結論変わっちゃうんです。例えばこれが善意無過失じゃなくて善意、例えば有過失だった場合、つまり B さんが善意だから知らないわけですよね。詐欺の事実は知らないけれども過失があった場合、まあ、つまり落ち度があった場合って考えてください。で、落ち度があった場合ってどんな場合かまでは、まあ、考えなくてもいいです。まあ、とりあえず落ち度があったんだなと、まあ、それぐらいで問題ないです。そういった場合はこれ逆なんですよ。取り消しできるになっちゃうんですね。なので今言ったようにこの場合こういった時取り消しできないんだっていうところをちゃんとセットで頭に入れておかないと、ちょっと言葉をね、この無過失を有過失に変えるだけで結論変わっちゃうわけですよ。なので、セットでちゃんとポイントは確認しておきましょうっていうことです。で、この確認した後の話は、それを頭に定着させていかないといけないっていう話になりますよね。で、これについては、一つの方法としては復習する。これ当然ですよね。人は1回2回復習しただけでは頭に入らないので、もう3回4回5回とやっぱ復習していかないといけない。で、もう一つが、理解学習をする。なんでこういったルールになっているのか、という背景まで頭に入れておくと、さらにより頭に定着しやすくなるんですね。この理解学習ができると、問題が出てきた時に自分自身で答えを導けるようになるんですよ。つまり、答えを覚えていなかったとしても、このポイントが頭に入っていなかったとしても、問題文の状況から考えたら、これはこうこうこうだから答えこうですよねって答えを導けるようになるんですね。これが理解学習です。なので最終的にはもうある程度勉強したというのであればもう理解学習にもう変えていかないといけません。で、具体的な理解学習の仕方については別途動画ありますのでそちらご確認いただければと思います。動画の最後のこちらですね。動画の最後のこのあたりに出しておきますのでそちらご確認いただければと思います。で、もし自分自身で理解学習するのが難しいと思われたのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導であれば、理解学習ができるように教材作っております。どういったところを理解しなければいけないのか、どうやって理解をするのか、どれぐらいの深さまで理解しなければいけないのか、まあそういったところまで書いてありますんで、あなたはその弊社の教材を使いながら勉強すれば、理解学習ができます。宅建試験っていうのは、理解学習ができれば1回で合格できます。逆に丸暗記学習、このポイントについて丸暗記学習だと正直宅建試験頭に入れなければいけない内容たくさんあるので覚えきれません。覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しになって一向に一定の実力まではいくけれどもそこから合格までってここはいけないんですよ。
この合格ラインを超えるためにはやっぱり理解学習が必然と必要になってきますので、もし自分自身で理解学習できないっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。